お、ハッチいらっしゃい。今日も練習です。お付き合いください。はい、バカツ、どうも。はい、近いらっしゃい。バカツ、おい、マチューダいらっしゃい。じゃあ入れていきましょう。今日も頑張ろうね。今日軽めに行きます。昨日膝ぶっ壊したんで、体壊さないように回復させながら軽く流して体力つけます。まずニアいらっしゃい。マウスピース、普段からつけとかないと、試合当日だけだと、感覚が鈍るんだって。呼吸法とかわかんなくなるから、普段からつけてろって言われた。トレーニング中は。癖づけってやつ。噛むことによって、スピードが上がるらしいよ。今日どれくらいやろうか。30分ぐらい。30分短いな。集中して40分ぐらいやろうか。うん、あんま変わんねえじゃないか。今日ご飯何？今日は、照り焼き丼。照り焼き丼いいね。おい、レクシーありがとう、パフェ。サンキュー。と、なんだっけ、豆腐、なんだっけ、揚げ出し豆腐。おお、いいね。いいね。短いよ、3ヶ月で、7歳年下のやつをぶん殴るんだぜ、朝。みんな30超えたらわかるけど、体力ほんと落ちるんだよ。で、向こうスポーツマンでしょ、もともと。絶対負けるで。相手がサボってる間に、体鍛えねえといけねえんだもん。秋の練習してた子だ、今度。ありがとうね。パフェありがとう。怖えよ。マチルダさん、そんなに年の差あるように見えなかったな。あいつ老け顔だからな。Aチャンピオン老け顔だから。今日神社で練習する。持久力の勝負になると思うけど、
そうだね、とりあえず3分間動きたいね。え3分めちゃめちゃ長いよ。男だったら分かるはず。あのね、例えば女の人だったらワンツーとか思いっきりもう体をぶん回して1分間動いてごらん。体をぶん回して暗いね。1分動けないから、それ3分やるから、それ3ラウンド全力で体を動かすって本当にすごいよ。マジですごい。やってごらん。体がまともに動かないはずだから。逆にアスリートはそれができるからね。さ、なるね、なるなる。とりあえず今週1週間はあの体を慣らす、練習できる体を作ります。練習できる体を、これ怪我する、急激な練習すると。体を慣らしていきましょう。新宿綺麗だな。綺麗ですよ。ビル群がほら。サトシさん、ホームを崩さないで3分シャドウできるようになるといいよね。綺麗でしょ。これ公園の中の景色だよ。サトシさん、風船をプレゼントしました。プレゼントありがとう。超綺麗でしょ。これが新宿の夜景ですね。夕方あたりが一番綺麗だね。プロテイン買わねえ、これ。チャマジロウさん、セルチャンピンに買ってください。頑張ります。チャマジロウさん、風船をプレゼントしました。風船ありがとう。頑張ります。一応、セルチャンピン圧倒的優勢って言われてるからね。今のところ、頑張んないと。のんさん、パソコンよろしく。はい、のんさんに変わります。じゃあここからのんさんがカメラマンです。パソコンのベンチ空いてるから、はい、そこに座ろう。こんばんは。画面しまーす。ニャーさん、ノンタン M。 サトシさん、ノンノンノンタン。こんばんは。イチカさん、ノンタン、こんばんは。
ヨッシーさんありがとうございます。ラスト10秒教えて、15秒から、はい、ラスト15秒から教えて、はい。
はい、ありがとうございます。便所太郎さん、ありがとうございます。あ、じゃあ霧のいいとこから。はい、スタート。30秒。
は動きを見る限り指導者をつけないと今の努力も無駄になっちゃいそうだよ。断面偏差値さんへ、誰格闘家。メロンさんのんたんはどつ。ゴルゴさん試合の前の晩にエッチしたら負けるよ。2分30秒30秒3分。ラスト15秒え、はい、ラスト15秒3分経ったでしょ。経った。今度からラスト15はラストかけるから。はい、いきまーす、スタート。30秒。30秒。
2分経過。30秒。昇降さんサイコフラッシャーやって。ラスト15秒。7、6、5、4、3、2、1、ストップ。スケボーいっぱいいますね。行ってみましょうか。どんな感じですか？昨日よりは動けてんだ。昨日よりはどう？みんなの評価は。あんまり良くない。昨日よりは。昨日よりは動けてる。うん。スケボーいっぱいいます。新宿の夜景をお楽しみください。すみません。まだ先が長いからモチベーションを持ち続けるようにっていう便所太郎さんのアドバイスがありました。了解です。ゆっくり体を。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。